皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは自宅教室業年収別600万1000万3000万3つですね。年収別身につけるべきスキルを徹底解説ということについてお伝えしていきたいと思います。従来型の教室運営をされている方、4、5年くらい前でしょうか。それぐらいの時っていうのは自宅教室業っていうのは近所の方を集めて楽しく何かスキルを教えていく、それが料理なのか雑貨なのかっていうことは別としてですけれどもね、だいたい平均単価が2000円くらいとかでワンレッスンとかっていうので、とにかく教えるっていうことが楽しい人のための教室っていうのが以前の教室業でした。で、世の中が変わるにつれて、だんだんこう学びの要素とかが強くなっていくと、それなりに難しいものとか、まあ、手技も含めて、あと知識も含めて難しいものを教えていくようになってきて、だんだん5000円とか8000円とか1万円とかそれぐらいのものを教えていくのが、まあ、教室業のスタンダードになってきました。ここ5年以内ぐらいになって、先生になりたい人を教える先生の講座とか、あともっとスキルを磨きたい人のための講座とかになってきて、ひと塊になって、20万とか30万とか50万とか、まあ、時によっては100万とか、まあ、そんな講座とかが出てくるようになったっていうのが現状の時代背景になります。でそれに伴い自宅教室業の先生の年収っていうのも、以前はまあ月に10万20万稼げてればまあ普通かな、でちょっと頑張った先生30万50万かなっていうところだったのが、今実際に普通に1000万とか2000万とか稼げる先生も私のクライアントさんですごく増えてきてます。その、まあ、一番大きなもちろん合格講座を持ってるっていうのが大きいんですけれども、そのあたりとかが稼げるようになると、サラリーマンをやっているよりも稼げてしまう、まあ、OL とかねやっているよりも稼げてしまって、しかも時間の自由が効きます。会社員よりもね。だからといって会社を辞めろって言ってるわけじゃないんですよ。自営業向きの人と会社員向きの人っていうのがいるので、全ての人が自営業に向いてるとは言いません。はい、自営業をやっていく上で必須の能力っていうのは0から1を作ることができる能力になるので、これは人によって得て不得てがあります。なので それはさておき、要は年収がそこそこ大きめの年収をやっていきたい、まあ、3段階のステップがあるんですけれども、まあ、そこで身につけるべきスキルをどんな感じっていうのをざっくりしたところでね、解説をしていきたいっていうのがこちらの動画の内容になっていきます。はい、それでは早速解説をしていきたいと思います。まずですね、皆さんが憧れる第1弾で憧れる、まず年商600万っていうハードルです。1つ目の12ヶ月ありますので、年商600万ということは月商50万です。これ月商って言ってますからね。多分手取り半分です。だから月商50万だと手取り25万ぐらいな感じですね。これ教室運営を上手にやるとまあ7割ぐらい残ったりするんですけど、皆さんのデータとか数字を見ていたり、私がやっていたデータを見ても、原材料費とかそれに伴う、まあ、いろんな自分の動きとか、まあ、勉強も含めてですけどね、それやると大体5割かな、手取りみたいな雰囲気です。あらりざっくり5割だから、年商600万の人は大体手取り300万ぐらいかなみたいな雰囲気だから、月々に25万ぐらいの目指したい人っていうところ、まあ、このあたりの人たちは、まあ、どういうスキル、集客スキルが必要になってくるかっていう と、安定的にですね、集客ができる仕組みを作るということがまず第一条件になってきます。高額講座もあったら楽だけど、まだ作れなかったら、まあ、作れないでも、まあ、致し方ないっていうところで、あったら楽です。月商50万をやるのに、例えば10万円の講座5人に売るのとですね、まあ5000円の講座を100人に売るのでは全然楽さが違うので、本当は高額と中額と低額を取り合わせた形で教室運営できるのが安定的でいいんですけれども、とりあえずは
ある程度の集客のボリュームをしっかり入れていくことができる。高額で人数少なめで頑張れるのか、定額で人数多めで頑張るかっていう、このルーティン的にできる仕組み作りができるかどうかが600万の時にまず必要なものです。でこの時にですね、仕組み作りをしないでいつでも集客をして、例えば SNS、 インスタグラムでもいいんですけど、ライブ集客とか、とにかくその時に頑張ると人が来るっていう集客手法ばかりをやっていると、永遠に集客し続けないといけないんですよ。でこの仕組み作りっていうのは、勝手に人が来てくれてっていう探される仕組み作りをするので、私は自動集客って言っていて、まあ、SEO 集客と言われる領域になってくるんですけども、地道で時間がかかるんですよ、すごく。だけどこれをしっかり作った人は、次に1000万とか3000万とかを狙っていくときにとても楽になります。で変な話ですね、むしろ年商1000万以下の方が大変なんですよ、やることが多くって。1000万以上になってくると、大抵こう高額講座とかを作らないと1000万って作れないので、体的に楽になってくるんですよ。だから稼げば稼ぐほど体って楽になるんですよ。ここもう一回言いますよ。稼げば稼ぐほど体が楽になる。自由が利くようになるんです。それは自分だけで頑張らなくても、そのお金を使って外注さんを雇ったり人の手を借りるっていうことも選択肢に入ってくるからっていうのが一番大きな要因なんですけど、だから稼げば稼ぐほど忙しくって体が辛くなっちゃってる人は、仕組み作りを失敗している可能性があります。はい、通常は稼げば稼ぐほど体楽になって、時間も作ることができて、いろんな余裕ができて、やりたいことが本当にもっとできるようになる、まあ、今私もだんだんそっちの方の状態になっているんですけど、10年を振り返ってみて、最初の3年が一番しんどかったですね、やっぱりめちゃめちゃ動いてましたね。だから違う方にもね言われたんだけれども、起業してちゃんとできている方とかに、その時いくらの時に800万だったかな、年商800万の時に言った時に、もう忙しくってっていう話をしたら、まあ1000万以下の時はね、そんな感じなんだよね、馬車馬のようにまあ働いてまず1500目指そうかみたいにその人に言われた記憶があります。本当に忙しかったです。肉体労働で頑張るしかない、仕組み作りが構築がガチッと固まってないからです。これができるようになると、次のステップがすごく楽なので、年商600万、月商50万は SNS で発信したら集客ができるっていうので600万を稼ぐタイプの人と、仕組みをきちんと作って600万を稼ぐことができている人では雲泥の差が出ます、その後の集客活動において。私が推奨してるのは地味なんだけど自動的に集客できて後々楽になる方法なので、人によってはパッと簡単に集客できることを望む方はそちらの方に行かれる方いらっしゃいますけれども、うちの先生でその本質的なことを分かってちゃんと取り組んでいる方はみんな全て稼げば稼ぐほど楽になってるっていう仕組みをちゃんと身につけてやってるので、ね、手前味噌ですけれどもめちゃめちゃ感謝されてます、その先生たちに。その日暮らし的なずっと集客頑張り続けなきゃいけない生活から、脱却して家族との時間もできたし、なんなら家族で旅行に行くっていうお金も自分が出すことができたりとか、まあ、人によってはね大型のリフォーム、家全面リフォームとか、そういうお金でね、1000万とか2000万とかドーン使ったりとか、まあ、会社を作ったりとか、まあ、そういうことまでできている人たちとかもできているのだと、まあ、教室業っていう領域よりはもうきちんとしたビジネス実業家っていう領域になっていくなっていうことになってるんですよ。まあそれは私がもともとその領域を皆さんに教えてるから、そうだよねって理解して実践できる人はそういうふうになっているっていうことなんですけども、なので同じ600万だったとしても、その日暮らし的にとにかく言ったら稼げるっていう600万を作ってるタイプの人と、仕組みで600万稼ぐ基礎を作ってる人ではその後が運命の差が出る。なのでまず仕組み作りで600万を稼ごうっていうのがまず600万の一つのハードルです。
で次に1000万、ここがまあ約80万です。月商83万っていう金額なんですけど、で1000万って今現状のシステムだと、まあ、消費税の納税業者になるかなんないかっていうラインになるので、まあ、そこで認定をされちゃうとね、10% って100万なくなるじゃないですか。まあ、節税対策も教えてるんですけれども、そうすると1000万超える時って1300万か1400万ぐらい目指しちゃう方がよくって、そうでもないんだったら900万990とか止めておくとかっていうことをした方がいいっていう、ちょっとそこのせめぎ合いはあるんですけど、分かりやすいの1000万なんで、まあまず1000万っていう話をするんですが、1000万の領域になるともう高額口座なしでは作ることができません。できないです。20万円でも30万円でもいいから。で簡単な話、30万円の高額口座だったら4人に売れれば80万円なので、とある募集の時期に30万円の口座を10人に売れば300万になるわけですよね。まあ、何ヶ月見てあげるのかっていう違いはあるにしてもですね。だからこのやり方と状況をきちんと把握してうまくできるっていうのがとても大事なことになるので、仕組み作り&高額講座を作ることができるスキルですね。単発講座じゃないコース制とか高額講座って作り方があります。それを知ってちゃんとできるということが、まず1000万の領域には必要になってくる内容です。で次に3000万になると、その高額口座だけでもやっぱきついんですよ。体が足りなくなるから3000万の領域になってくると高額口座も作るスキルがあり、その高額口座の作り方を人に教えるスキル、まあ、例えばじゃあそれがコンサルタントっていう領域もそうなんですけど、そういうことができて、でかつ、自分が動かなくてもお金を作る仕組み作り、不労所得という呼ばれる領域になるんですけど、まあ、これが、例えば動画販売みたいな動画でお金が入ってくるっていう仕組み作りも一個だし、もう一つは、お金でお金を作る仕組み、金融投資ですね。こちらの方の領域も扱ってくるとバランスよく体が空いてくるので、忙しさの中に忙殺されない状態を作っていくっていうことができる3000万円っていう感じですね。はい、なのでこれ私自身もやっていてできているし、クライアントさんができてるから言ってます。できてる方がいるから言ってます。一気にお金が一瞬入ってくる時の一瞬の額で言うと月に2000万以上超えでお金が入るっていうことも経験するし、私のクライアントさんも1500万とかっていう入金額ありましたみたいな形とか、まあ、2000万とかもできちゃうんですけど、そうすると特にこの年度の初めですね、1年の初めが1月から12月だったりするこの3ヶ月の間、まあ、私は1月に一番稼ぐんですけれども、そこでだいたい年商の半分くらいできてると後ろが楽なんですよ。すごく来年の仕込みがもう夏ぐらいからできちゃうから、でそのサイクルで回していくと、人より早くトレンドを捉えて人より早くできるだけで楽にできちゃうこととかも多いので、3000万円の領域はどれだけ正しい情報で有益な情報を早くキャッチして実践してマネタイズするかお金化するかっていうこのあたりのスキルが必要になってくるから、正しい知識を得れる人についている必要があるのが3000万の領域になってくるかなっていうふうに思います。ですので現状をそんなに稼げてないしそこまではいらないよっていう人には今回の話はそんなにいらない話だと思うんですけれども、業種業って現状はその先が見える未来が見える非常に夢のある職業になりつつあるから、その領域を目指すんだったら、会社員よりも全然稼げる職業で、しかも時間の自由が効きます。はい、ここがねやっぱ大きなポイントかなと思いますね。特に女性の場合にはやりがいと生きがいとかもあるし、もちろんそれに伴う努力はする必要がありますけれども、それぞれのステージにおいてやることが違う。で、一つ注意してほしいのが、稼げてるんだけどただ単に忙しさが増すだけでもう倒れる寸前、睡眠時間3時間とかでずっとやってますっていう人は仕組みが間違ってます。
仕組みの作り方を失敗している可能性があるので、稼げてているのを少しセーブしても仕組み作りに時間かけた方がいいというのが私の見解になります。はい、それではまとめに入りたいと思います。自宅教室業の先生、年商別600万、1000万、3000万、身につけるべきスキルを解説というお話なんですが、600万は仕組み作り、1000万は高額講座と仕組み作り、3000万は、仕組み作り、高額講座と、あとは、お金でお金を生む、ないしは不労所得的な動きをする仕組み作りという、まあ、どれもこれも仕組み作りなんですけど、はい、が必要になりますよというお話でした。それでは。